マンラン号、民ン,ンランチョ客は、台湾兵東県マンラン号の郷土料理で豚足の煮込み。1980年、当時の小渓谷総統がマンラン号の市場を視察の、際、海大鳥飯店に立ち寄り、知名度が上がったと伝えられる。マンランチョ客を有名にしたのは、大井康志氏で、別名を、一安氏、中国福建省福州人である。少年時代から、 学業、彫刻、武芸、調理と様々なことに精通していた。1948年、万蘭号に移住、食堂を開設し、豚足料理を販売して、生業とした。この後、林会、大鳥の海大鳥飯店及びとこである、林沈黙妹の林や万蘭著客が加わって、当地の名物料理として知られるようになり、 多くの住民が、豚足料理店の経営に関わるようになった。なお、もともと当地の住民は農業を制業とし、万乱号内の発火村落の主要な農作物は、微老であった。当地の有名な豚足料理店には、海大鳥飯店、熊谷猪のししし、林屋貯客、里野家貯客、万体、イノシシあ店、万家貯客店、運行イノシシあ店、大人物、 イノシシア支店などがある。2004年、平東県政府は、民和路、宝田市寺一帯に万乱著客街を設け、約100メートルの異常を施した路面が発火、藍染めシャツ、ビロード豚足などの図案で構成されている。万乱著客の調理過程では、いずれの店でも豚の前足を用いる。豚足の筋を残して毛を除き、湯にくぐらせて、氷で冷やす。その後、 八角、シナモンなど数十種の漢方薬で煮込む。ありがとうございます。